はい、株式会社ユニアルはですね、昔から日本人が食してきた、そういった食経験がある国産の素材についてですね、さまざまな機能性研究を行っておりまして、優れたエビデンスを持つそういったものの、素材の原料販売、そして、そういった多様なニーズにお応えできるような健康食品の受託製造 OEM をさせていただいております。私たちユニアルが取り扱っている製品は、さまざまなサプリメントの用途に使用される原材料の原料販売、そしてそういった素材を活用したですね、健康食品、そういったものになります。例えばですね、北海道産の熊井笹の粉末、こういったもの、青汁なんかでよく使われるグリーンチャージの素材、そして、延命楽という紫色の菊の花に関しましては美容用途、そしてツルアラメという昆布科の海藻に関してはいわゆるメタボリックシンドローム、ダイエット、そういったですね、さまざまな機能性に関しまして最新の理学研究を用いた機能性評価というのを行っている商品を取り扱っております。私たちの素材の一つ目の特徴は安心安全であるということです。昔から日本人が何だかわからないけど体にいい、そういった食経験が豊富な安心安全な食材に対して、また別途理学試験によってですね、安全性試験も実施して、安心して摂取いただけるようなサプリメントの原料の開発というのを心がけております。私たちが取り扱う素材のですね、2つ目の特徴としましては非常に素材のストーリー性が豊富だというところです。国産で昔から食べられているそういった食経験による素材のストーリー性、またそれだけではなくてですね、今非常に通販やサプリメントを販売する中で販売促進というところで日々いろんな情報を提供していかなきゃいけない、そういったところで産地への取材やそれから収穫者、栽培者さんに対するインタビューなどでですね、日々発信していかなきゃいけない情報の引き出しが非常に多いというのが、私たちの特徴でもあります。こういったジャパニーズハーブという特徴をですね、国内だけではなくて海外にも発信できるというふうに確信しております。3つ目は豊富なエビデンスです。産官学連携などで立ち上げられた、そういった最新の機能性についてですね、漢方生薬としての経験、それに加えて最新の基礎研究から一臨床試験まで実施して論文投稿している、そういった豊富なエビデンスが特徴です。私たちが求めるパートナーといたしましては、こういった日本の健康長寿を支える食材についてですね、食と健康というものをテーマに、ジャパニーズハーブを海外に一緒に発信していただける方、また健康食品の新規参入に関して国内国外を問わず商品開発それから販売について、協業パートナーをしたいという方たちを求めております。